ではでは早速こちらの着物をコーディネートして着てみたいと思います。へーしんちゃん、コーディネートしてきました。いかがでしょうか。やっぱりこれ買って本当に良かった。紫増えちゃったけど、これはこれですっごく可愛いから本当に買って良かった。縁側ちゃぶ台さん、ありがとう。こんなに可愛いお着物が私のとこに来てくれて本当に嬉しい。で、今回のこのコーディネートは、まあ、今回はっていうか、いつもなんですけど、あんまりこうごちゃごちゃってさせるのが好きじゃないから、このお着物の中にあるオレンジ色を帯と半襟に合わせたっていう感じなんですけど、あとこうイヤリングにお花とこうちょっと葉っぱの緑とかあるから、こういう風に帯締めで緑持ってきたりとかしてみました。で、この帯はなんか買って持ってたけど今まで使ったことがなくて、でまあ、いつこの帯出番出てくるかなと思ってたら、今回この置物にすごいぴったりだから、よかった、やっと使えて。なんかこの帯もすごい面白いなと思って、なんかこうギザギザのお山の上に蝶々がいっぱい飛んでますみたいな感じに見えて、すごい面白い帯だなと思って。ちなみにこの帯は足利のうさぎ屋さんっていう名船がいっぱい売ってる可愛いアンティークの置物のお店で買ったんです。で、半襟は絞り の切れ端を半襟にしてるんですけど、こう絞り の生地もすごい私大好きで、絞りの生地を半襟にするとなんかぐっとアンティーク感が増すっていうか、雰囲気が出てすごく私は好きなんです。もう本当に嬉しいです。可愛くてお着物本当大好き。もう幸せな気持ちにすごくなれます。あれ、しかも値札まだつきっぱなしだったよ。ここに3000円、そう、これ3000円でゲットしたんですよ。買っちゃいますよね、こんな可愛いの。もう本当に幸せな気持ちでいっぱいです。なんでお着物ってこんなに幸せな気持ちにさせてくれるんですかね。全く本当に不思議なものですよね。なんか絶対魔法があるんじゃないかなって私は思ってるんですけど、皆さんはどうですか。よし、でも気づいたから値札外しとこう。うっかりこのままつけて出かけちゃいそうだもん。身丈156センチの雪が64、すごいベストですよね。これぐらいのサイズってやっぱりみんな求めてるサイズなんじゃないですかね。いいの買えた。これで3000円だもん、絶対いいお買い物ですよ。っていうか着物ってどれもこれもすごい手間暇かけられて作られてるのに、なんかもうめちゃくちゃ安いじゃないですか。もうそこがもうなんか結構意味わかんない感じですよね。でもなんかこういうリーズナブルなお値段で売ってるからこそ、私みたいなこう庶民もこう楽しめるっていうか、だからこれを楽しまない手はないですよね。だからもうできるだけたくさんの人にこの楽しみを広めたいなってすごくすごく思います。そうそう、それでそれで今回この紫色について調べてみたんですね。いろいろ置物にも紫色ってすごくいっぱい登場するし、まあ、一言で紫色って言ってもものすごい数の紫色があったりするし、紫色について今回ちょっと知るきっかけになったらいいなと思って、いろいろちょっとネットで調べてみた情報をまとめたので、ここで皆さんとシェアできたらいいなと思って、今からちょっと読み上げる形で解説してみたいと思います。まず紫色の心理的効果からお話しますね。なんかやっぱ色ってすごくその時の感情とか、人に与えるイメージだとか、すごい色の持つ力って自分たちが想像している以上にあるっていうじゃないですか。まあその辺のことがちょっとわかると思うんですけど、紫色の心理的効果はまず1、想像力をかきたてて感性を豊かにする色なんだって。
あとその2、緊張や不安を癒して穏やかな気分を与えてくれる色。素晴らしい。そして3番目、催眠効果があるのって。なんかラベンダーとかも紫色で、あ、でもあれは香りが催眠効果っていう感じか。まあでも、まあいいとして、4番目、心と体の回復を促す。へぇー。で、5番目、勘を鋭くする。紫色で勘が鋭くなるのってすごいですよね。これなんか、アメジストって石あるじゃないですか、宝石。あれもすごいなんか、あの、勘を鋭くしてくれる、インスピレーションをすごい沸かしてくれる石として有名なんですよね。なんか色のせいなのか石の持つパワーなのかよくわかんないですけど、そういうの聞いたことあります。あと紫色は昔はすごく希少な色だったので、身分の高いものしか使うことのできない高貴な色でした。っていうのは紫色の染料がすごく珍しくって高価だったからなんだって。なので富と王家の象徴の色だったっていう風に書かれています。で、飛鳥時代に聖徳太子が定めた冠位12階では最高位の色がもう紫色だったらしい。で、今現在お相撲の世界とかでも最高位の行事が使用する軍配の房の色も紫ですっていう風に書いてあるんです。で、紫は女性らしさをアピールして魅力的に見せる色です。で、薄紫は上品で優雅で、濃い紫は妖艶な美しさといったイメージで個性を引き出す色ですっていう風に書かれてますね。で、こう第7チャクラのクラウンチャクラ、あの頭にあるチャクラも紫色のオーラカラーって言われてたりするし、すごく神秘的で精神性の高い色っていう風にも言われてるんですよね。で、三輪明宏さんもすごい紫好きなんですよね。そうそうそう、だからすごい高いマインドの色だっていうことですね。こう感情とか気持ちに訴えかけてくる作用が他の色よりも強い色だっていう風にも書かれていました。で、こっからがちょっとまた面白いんですけど、紫が好きな人の性格はこのような傾向がありますっていうところで書かれてたのがあって、紫好きの人よく聞いててくださいね。はい、では、美意識が高い、精神性が高い、ミステリアス、こだわりが強い、あるある、浮世離れしてる、それはなんだ、協調性がない、そうかな、効率が悪い、そうかもしんない、理解しづらい面がある、あると思う妄想癖がある、すごくある現実逃避しがち、結構それもあるかも当たってる、人と同じなのは嫌、それもすごいわかる、優しい、多分優しい方、静かなところが落ち着く、すごくそう、絵が好き、うん、芸術に関わっていたい、すごくそう思う、自分のセンスに自信がある、うん、ちょっとあれ、繊細、結構繊細かも、少し変わってる、だいぶ変わってるクリエイターに多い、あとナルシスト、結構当たってました、すごく当たってました。皆さんはどうでしたか？これ面白いですよね。まあ、こんな性格に変わりたいなら、洋服やアクセサリーといった身につけるものにパープルを加えてみましょうっていう風に書いてあったんです。性格は色から作られますっていう風にも書いてあったんですよ。すごいですよね。そう、でも結構これは本当かもって思ったのは、なんか私も結構アーティストの友達が周りに多いんですけど、すごい色彩感覚が優れてるような方が周りにいっぱいいるんですけど、その中でね、誰かが言ってたの、色が全てだよって、この世は色でできてるんでしょうみたいに言ってて、その子は結構本当に人のことを読めちゃう感じの人なんですよ。だからなんかそういうのうさんくさいって私も思ってたけど、昔は。だけどなんか本当にそういうのを色で読み取れる人が目の前にいたから、あ、なんか本当なんだなって信じるようになったんですけど、やっぱり色が人に与える効果ってすごくあるんだと思います。だって実際ここに書かれてたことをすごく自分自身も当たってたし、面白いですね、色って。だからまあこんな感じで私も紫いっぱい集まっちゃったんだなみたいな感じですね。なんか
私そのものなんだなっていうふうに思いました。紫色が。そう、でも他にも好きな色はもちろんいっぱいあるんですけど、そんな感じで、あのこの色に関するね、面白いサイトのリンクも説明欄の方に貼っとくので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それではそれでは、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。もしこちらの動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録やいいねボタン押してもらえるととっても嬉しいです。励みになります。とコメントやリクエストなんかもぜひ気軽に書き込んでみてください。それからチャンキーロマンチカのインスタグラムやツイッターでは、日々のお着物のコーディネート写真や最新情報などをアップしていますので、もしよかったらそちらもフォローして見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。